衝撃、地球上に存在する最も頭がいい動物トップ5。こんにちは、いつもご視聴ありがとうございます。人間を除いて地球上で知能が高いと言われているのはチンパンジーですが、最近の研究では渡りガラスもチンパンジーと同等の知能を持っている可能性が高いと言われています。もしかしたら知能と脳の大きさはあまり関係がないのかもしれません。今回は賢いと言われている6種の動物とその知能についてご紹介します。チンパンジー。チンパンジーは DNA の 99% が人間に類似していて、600万年から700万年前に我々と同じ先祖から分かれたと言われています。チンパンジーは自己認識が可能な数少ない動物の一種であり、言語を持ち、感情を持ち、道具を使い、集団で社会生活を営む。その姿はまるで人間そのものです。渡りガラス。脳のサイズが全てを物語るわけではありません。カラスカは脳のサイズに関係なく、チンパンジーと同じくらい知能が高いことが確認されています。スウェーデンのルンド大学で認知科学を学ぶ博士課程の学生であるキャン・カバダイさんはこう語ります。研究者たちは動物の抑制機能に注目しました。抑制機能とは動物の本能を抑え、より論理的な解決を導き出す機能のこと。デューク大学は2014年に36体の動物を対象に、両側が開いた半透明の筒から食べ物を取り出すことができるのかというテストを行いました。知能が低い生物は半透明の筒の中にある食べ物を直に取り出そうとしましたが、チンパンジー等の高い知能を持つ生物は筒の概念を理解し、開いた口から取り出すことに成功したそうです。しかしこの当時、カラスカの生物は研究対象になかったという。そこで研究者らは、渡りガラス、西国丸ガラス、カレドニアガラスを対象に同じ実験を行いました。この実験において、すべての渡りガラスが筒の中に入り、筒の中から食べ物を取り出すことに成功したという結果が。西国丸ガラスやカレドニアガラスもまずまずの知能を見せたようで、ボノボやゴリラ等と同等の知能を持っていることが今回の実験により判明したそうです。イルカ。イルカは地球上で最も知能が高い生物の一つに挙げられ、脳と胴体の大きさの比率が人間に最も近い動物です。動物の知能を測る際に、鏡像認知と呼ばれる鏡に映った自分の姿を見て、自分自身だと認識できるかどうかのテストが行われます。鏡を利用できる能力は複雑な認知処理によるものであると考えられているからです。イルカは鏡像認知ができるし、音を使った会話や問題を解くこともできます。豚。時に豚は犬よりも高い知能を見せる場合があります。犬にはできないとされる鏡像認知ができ、その知能はチンパンジーとほぼ同等という考え方が一般的となっています。口頭から様々なノイズを発して、コミュニケーションを取りながら社会生活を送ることもできます。また、豚は素晴らしい長期記憶を持っており、記号言語を理解し、同じ種同士で情報を共有し、学び合うことができるとも言われています。さらに驚くべきことに、過去の間違いを学び、同じミスは二度と犯さないように行動するという。見た目と違って知能がかなり高いのです。ゾウ。彼らの大きい体から物語るように、ゾウは素晴らしい記憶力を持っています。誰が敵で誰が味方であるかをずっと忘れずに覚えています。また、ゾウは数百種類もの音を聞き分け、真似ることもできます。その音を使い、家族や仲間とコミュニケーションをとり、その声は8キロ先まで届くそうです。さらに、ゾウはお互いに助け合い、時に仲間の死を悲しみ、涙を流します。もちろん、鏡像認知もできます。ご視聴ありがとうございました。よろしければご登録お願いいたします。